危ない、避けろ。え、かっけえ。あの体勢から小暮のシュートを蹴り返したぞ。さっきのサーフィンといい、あいつ恐るべき身体能力だ。ヒュー、びっくりしたぜ。急にボールが飛んできやがってよ。今のキックすごいな。お前サッカーやってるのか。サッカーなんて一度もやったことねえけど。一度もな。お前サッカーやってみないか。あんなものすごいキックはできるんだ。やってみたらきっと面白いぞ。プッ、ハハハハ。冗談じゃねえ。俺はサーフィンだぜ。ん、俺はサーファーだぜ。サッカーには興味ねえんだ。それに今からちょうどいい波が立つ時間だしな。いい波って今渦が出るから海には入らない方がいいんじゃん。え、渦なんて海の大きさに比べたらちっぽけなもんさ。そんな問題っすか。まあそういうことだから、じゃあな。まあやらなくて正解だ。ど素人がいきなり俺たちについてこられるはずがない。何、いくら身体能力が優れていようと、そんなすぐにできるほどサッカーは甘くない。え、さっきの見ただろ、ちゃんと切り返したじゃねえか。あの程度でいい気になるな。煽ってるね。おい、この津波様をなめんじゃねえぞ。木戸さん、言い過ぎじゃ。きっと何か考えがあるんです。よし、決めた。俺もサッカーやってやるぜ。そう来なくては。俺は何にも縛られねえ。俺の進む道を決めるのはこの俺だ。そっか、歓迎するぜ。名前は、俺は津波丈介だ。よし津波、練習だ。早速ライブユニフォーム着てんのかよ。津波さんのキック力やっぱりすごいですね。サッカーはそんなに甘くないよ。どうかな、シュートを決めるぜ。ありゃ、こけちゃった。クソ、ミスったぜ。なんだ、口ほどにもない。キック以外は全然ダメじゃないか。ちくしょう、なかなか思い通りにいかねえもんだな。津波、タイミングを測れ。ボールは常に動いているんだ。タイミングか。よし、うりゃー。寄せて引く。ボールは常に動いている。波を待つのと同じスリル。お、ボール取ったんじゃない。あー、津波さんが東子さんからボールを取った。やるじゃないか。あんたには負けないぜ、津波。なんかええ感じやん。本当に津波くん、もうサッカーの気をマスターしちゃってるわ。ちゃうちゃう、そういうことやなくて。見えへんか、あの二人の間に走るラブの炎が。ラブ。気をつけや、南国の男は火傷するで。は、2-2 で引き分けか。いい勝負だね、津波。おう、どうだ津波、サッカーって楽しいだろ。ああ、それにお前らも面白い奴らだ。気に入ったぜ。津波はこの島の中学生なのか。おう、この東にいたところにある大見原中学のな。そっか、この島のやつなのか。じゃあさ、炎の男のことを知らないか。最近この浜辺で炎のシュートを打つって噂になってるらしいけれど。炎の男、さあ聞いたことねえな。でもそいつもサッカーをするんだろ。だったらうちのサッカー部に聞いてみたらどうだ。そっか、サッカーをやっている人なら何か知っているかも。まあ今日はもうあいつらも帰ってるだろうし、また明日にでも聞きな。ああ、サンキュー津波。おう、じゃあな。いいやつだな、サッカーか。へへ。なんや、けったいなやつやったな。ああ、でも悪いやつじゃないと思うな。ははん、マジで惚れたんか。は？次の日。よし、早速大見原中へ出発だ。サッカー部の話を聞いて、今日こそゴンジを見つけ出すぞ。お、沖縄の大見原中へ行けるようになりましたということで、今回は行けるようになったのね。炎の男はゴンジ大見原中学へ行こうということで、では今回はここまでですね。次回大見原中行きましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。うん、バイバイ。